中山香織です。この動画では大井競馬場で開催される富士のウェーブ記念の3連単予想をお届けいたします。まず本命に選んだのが8番のボンディワンシュです。前走はギャルダル相手に 0.1 秒差で2着に敗れたものの、3走前の大井競馬での走破タイムが1分25秒3という成績を残しており、昨年の富士のウェーブ記念の優勝タイム1分25秒7を上回る持ち時計がある点を高く評価しました。8歳という年齢は割引材料となりますが、中央から移籍してきたオメガレインボーではなく、こちらの馬に笹川翼騎手が騎乗するということは、この馬に勝負気配があると信頼して本命で勝負します。続いて対抗に選んだのが7番のギャルダルデです。昨年の富士のウェーブ記念を優勝しており、連覇がかかる一戦となります。前走の川崎マイラーズでは2着に敗れましたが、得意の 1400m 戦に戻れば崩れる可能性は低いので、外すことのできない存在と言えそうです。次に3番手評価に選んだのが2番のスワープシャルルです。問題は距離がこなせるのかという点はやはり減点材料とはなりますが、地方へ移籍後タイム差はないものの連勝で勝ち上がってきており、形式禁物と判断して3番手評価に選びました。最後、激走に期待したい穴馬に選んだのが13番のルーチェドーロです。昨年の富士のウェーブ記念ではギシギシの好スタートと、この馬がスタート後手になったことで本来の競馬ができず、1番人気を背負って6着という結果に終わりました。その後は東海桜花賞、笠松グランプリともに優勝、柿つばた記念4着など強豪相手に前線をしており、この馬本来の走りができれば、一昨年を優勝した富士のウェーブ記念のような走りが復活することに期待して穴馬に選びました。今回の買い目ですが、3連単フォーメーションで1着に選んだのが8番のボンディマンシュ、続いて2着3着に選んだのが7番ギャルダル、13番ルーチェドーロ、15番ブラックパンサー、最後3着固定に選んだのが2番スワーブシャルル、3番オメガレインボー、12番スナークダヴィンチ。この3連単15点と1着3着に7番のギャルダル、13番ルーチェドーロ、2着固定で8番のボンディマンシュ、3着に2番スワーブシャルル、3番オメガレインボー、12番スナークダヴィンチ、15番ブラックパンサー。この3頭を選んだ3連単10点を追加した3連単合計25点で勝負したいと思います。明日は柿つばた記念の予想も公開いたします。皆様からのご視聴お待ちしております。